こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、問題編、です。それでは、始めさせていただきます。今回の話は、子供の落書き帳さんの、明晰パズル。問題は、石を盗んだ犯人は誰か。それでは、どうぞ。今回は僕が先輩と出会った事件の話をしよう。それは、僕が2年生に進級してすぐの出来事だった。当時僕は、パワーストーン研究会という怪しげな部活動に席を置いていた。と言っても、友人に頼まれて名前を貸していただけで、部活にはほとんど出ていなかったのだけど、その日もいつものように授業が終わり、早々と帰り支度をしていると、友人の草壁智樹が話しかけてきた。悪いけど、今日は部活に出てくれないか？草壁は、申し訳なさそうに、手を合わせた。どうかしたの？それが、部室に飾ってあった石が、盗まれたんだ。パワーストーン研究会の、部室は、旧校舎の第一科学室を、使用している。普段の授業では、新校舎の第二科学室が、使用されるため、第一科学室は、いわば空き部屋のようなものだ。盗まれた石は、オレンジ色の球体で、中に星のような模様が見える綺麗な石だ。部長が中国旅行に行った際に、購入したものらしい。普段は科学室にある、薬品保管庫の中に保管されている。薬品保管庫は、最後に買える部員が施錠し、鍵は科学室にある金庫の中に入れる決まりになっていて、金庫のパスワードは部員にだけ知らされている。ちなみに科学室のドアに鍵は、ない。つまりは、金庫のパスワードを知っているのは、部員だけ。僕たちの中に犯人がいると、疑ってるわけだね。そうなんだ。部長ったら、犯人が自首するまで返さないなんて、言ってるんだぜ。仕方ない、適当に終わらせて早く帰ろう。僕と草壁は、第一科学室へと向かった。部室には、部長の千玉宏先輩と、3年生の藤枝氏の先輩、穂村明美先輩の3人がいた。全員揃ったようね。さあ誰が盗んだの？潔く白状しなさい。あなたたちの中に犯人がいるのはわかっているのよ。今朝、部室に来たら鍵がかかっているはずの、保管庫のドアが開いていたわ。不審に思って中を覗いてみたら、中はぐちゃぐちゃに荒らされていて、おまけに私の大切な石がなくなっているじゃない。鍵を使えるのは部員だけなんだから、犯人はこの中にいるに決まっているわ。千田部長は闇輪に幕仕立てたが、誰も返事をしなかった。すると、藤枝先輩が恐る恐る話し始めた。もしかして、昨日のあれが原因なのかも。どういうこと？詳しく説明しなさい。千田部長が藤枝先輩に、詰め寄る。すると、穂村先輩が、藤枝先輩を、かばうように前に出た。実は昨日、私と篠が、
戸締まりをしたんですけど、部屋を出るときに保管庫に鍵をかけるのを忘れてしまったんです。じゃあ、保管庫には鍵がかかってなかったってこと？部長が鬼の様相で睨む。でも、校門のところで気がついて、しのには下駄箱で待っててもらって、私が部室まで戻って施錠しました。外はもう暗くなっていたから、鍵をかけるときに部屋の中を確認しなかったんです。穂村先輩は、弁解するように答えた。それがなんだっていうのよ。結局保管庫の鍵はかかっていたんじゃない。つまり先輩たちはこう言いたいんですよ。鍵をかけるときに、中に誰かいたんじゃないかと。僕は先輩たちを代弁する形で、言った。犯人は、藤枝先輩と穂村先輩が、鍵をかけ忘れたのを見つけて、保管庫に侵入する。しかし、部屋を物色している間に穂村先輩が、戻ってきて、鍵をかける。犯人は中から鍵を開けて、部屋を出るが、金庫のパスワードを知らないので、改めて施錠することができなかった。つまり犯人は外部の人間ってことです。そういえば、占い研究会の白石麻衣が、占いに使う水晶玉に、ぴったりだと私の石を狙っていたわ。占い研究会の部室は隣の、教室だし間違いない。部長はブツブツつぶやきながら教室を、飛び出していった。さあ今のうちに帰ろう。おい、さっきの話は本気なのか？草壁が僕に詰め寄る。本気なわけないだろ。だいたいこんな少ない情報で、犯人がわかるわけないじゃないか。そう言って部屋から出ようとすると、室内に謎の声が響き渡った。君は本当にそう思ってるのかい？教室の後ろを見ると、一人の男が机の上に、腰を下ろしていた。誰ですか？いつからここに？ずっといたさ、君たちが来る前からね。人が寝ているのにうるさい奴らだな。こんなところで寝ている方が、非常識だ。一体何者なんだろう？それよりさっきの話、聞かせてもらったよ。その犯人を僕が推理してあげよう。報酬は、そうだな、ちょうど助手が欲しかったところだ。君には僕の部に入ってもらう。いきなり言われても困ります。すでにパワーストーン研究会にも、所属してますし。なら掛け持ちすればいい。どうせ幽霊部員なんだろ？だが僕の部には毎日出てもらうぞ。僕が欲しいのは純粋な労働力だからな。これが僕と先輩の最初の出会いだった。まずは現場検証からだ。ここが保管庫だな。広さは6畳くらい。鍵はよくあるシリンダー状か。ドアには中を覗けるガラスがはめ込まれているな。先輩はドアを入念に調べながら保管庫の中に入った。先輩が保管庫にいると一人でに照明が灯った。なんだ自動照明か？部長が科学室にあったサーモグラフィを改造して自作したんです。一流の展示室には一流の照明設備が必要だって。こ
なボロい部屋に、なんと無駄な設備を。先輩は呆れながら倉庫内を物色し始めた。石はこの棚に飾られていたんだね。はい。ここに飾ってあることは、パワーストーン研究会の部員なら全員知っていました。ふーん。そういえば石が盗まれた時に、部屋の中が荒らされていたそうだね。そうらしいですね。部長が朝に草壁を呼んで、片付けさせたみたいですけど。よし、だいたいわかった。え、犯人がわかったんですか？やっぱり外部の人間なんですか？それは次の3つの命題を解けば導き出せるさ。問題は、石を盗んだ犯人は誰か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手はゆっくりでした。